はい、こんばんは。筑波大学のアランヤです。プログラミングチャレンジの第4、第9週、期間のパーツ2を始めます。じゃあ、これで、期間に使えるオペレーターの実装について、まあ、簡単に説明します。今回が、線の、データ構造ですね。まあ、線が数学的にどういうふうに表示できるのか、いくつかの方法があるんですけど、この3つを見てください。プログラミングの中でよくあるのはこの数式ですね。ax プラス by プラス c。で、xy が点で、まあ、線が無限ですので、この xy が線に沿って変わっていく。で、ax と b、a と b が、a と b と c がパラメータですね。で、まあ、これはよく使われる。もう一つのよく使うのは、なんか y イコール mx プラス c。この m が、角度で、で、x かける m プラス c が y のところになります。まあ、角度が、例えば線の回転を計算したいときに、角度のパラメータが欲しいですよね。上と比べると、線の角度を分かるために a と b が必要なんですけど、ここは m だけがですね。ただし、このデータ構造が、この X が例えば縦の線だと Y だけが変わって X が変わらないで、この M がどの値かですね。これは問題になりますので、これは完全になんかいつでも使えるわけではないですね。あとは、まあ、どの線でも2つの点があると、その2つの点の間に線を1つしか引かないので、P0 と P1 ですね。で、点のデータ構造が、できます。ただし、こうすると、いろいろな、線に関係する計算がやりにくくなるので、これはまだあまりデータ構造にならない。ただし、課題の入力とか出力とかで、こういうふうな形で線が出てきますので、この2つの点から ABC の形に変換することが重要ですね。これはまあ下の、コードです。このコードが、2つの点から P1 と P2 がラインに、返します。変えます。で、このラインが、まあ、一番上の組織に、ストラクトルのダブルの ABC ですね。じゃあ、これを見ましょう。まず、この線、この2つの点が、縦の線であるかどうかですね。それは、X が同じであるかどうかをテストする。もし、X が同じであれば、これはまあ縦の線になりますので、A が 1.0 ですね。X は1、X は1。かける1ですね。で、B が0。Y がどの Y でもこの線の部分です。で、C が、まあ、この線の場所ですね。マイナス P1 の X となります。ですので、これはなんか X マイナス X が0になりますので、まあ、これはあと縦の線です。縦の線じゃなければ、A と B がこういうふうな計算です。A がマイナスの P1Y マイナス P2Y 割り PX、P1X マイナス P2X。で、B が1になって、で、C がマイナス、A かける、まあ、この A ですね。A かける PX マイナス PY。まあ、この関数の特徴が、この特徴は後で使うんですけど、B は1か0かですね。1か0か。これは後でなんかその線の角度の計算を少し早く、この特徴で。で、線が、まあ、二つの点で線が決まるけど、点が変わっても、その線が並列で同じところであれば同じです。だから、もう一つの計算したいのは、なんか、四つの点が、A、P1 と P2 と P3、P4。その4つの点に張っている線が同じ線であるかどうかをテストした。ですので、これでなんかその R パラレルの関数と R 線。ライン1とライン2が ABC が違っても、同じであるかもしれないですね。だから、L1 と L2 が
もし、A と B が、A と B が同じであれば、line1 と line2 がパラレルとなります。ですね。で、A と B と C が同じであれば、line1 と line2 が、同じとなります。はい。あとは、その線の交差点を知りたいんですね。線1は A1、XL、B1、C1。で、線2が A2、XL。で、この XL、YL、なんかこの交差点を見つけたいんですね。これはこの R インターセクトの関数です。R インターセクトが入力が L1 と L2、A、B、C の形なんですね。と、この P が、ポインタで、この P が XL、YL が回避します。で、まずは、行列、すいません、並列の線が、交差点がないので、この2つの線が並列であれば、false を回避します。交差点がないということですね。で、パラレルではなければ、交差点が存在するということなので、じゃあ次は、この交差点の px を計算します。px が、L2 の b かける L1 の c、マイナス L1 の b かける L2 の c。まあ、これの式で px を計算します。で、py については、まあ、この線、あと、どちらかの線が立てるかどうかをテストしたいと思いますね。b が、0じゃなければ、py がこんな感じになります。で、b は0であれば、py がこんな感じになります。ですね。まあ、つまり、b が立てるなら、a、ね、そうです。線1が立てるなら、線2を使います。線2が立てるなら、線1を使います。で、これは p を計算して、だからこの関数で、2つの線が、交差点があるかどうかをテストして、で、それを判定してから、この交差点を計算します。では、線が、まあ、これまでは線のことを見たんですけど、幾何の問題だと、線じゃなくて、線分がよく出ますね。線分が、まあ、線なんですけど、P1 と P2 の間だけが存在する線の一部だけです。で、線分の一つが、ベクタルですね。ベクタルは線分なんですけど、方向がある線分。例えば、P1 から P2、それとも P2 から P1。ベクタルはどこで使うかというと、例えば、その、方向を表すときとか、速度を表すときとか、力を表すときですね。で、ベクタルが、考え方、なんか、線分の考え方は P1 から P2 の考え方なんですけど、ベクタルの考え方は、まあ、そうでもないときもあるんですけど、P0 がオリジンにやって、で、P1 が、そのベクタルを表すことですね。だから、ベクタルが、1ポイントだけ、2つのポイントじゃなくて、1ポイントだけで、表現するデータ構造ことが多いですね。ベクタルの知りたいのは、ベクタルの方向、ダイレクションと、マグニチュード、長さですね。ダイレクションが、そのマグニチュード1のベクタルとして表現ができますね。例えば、このベクタルを考えてください。こちらから、この1,2から2,2のベクタルを考える。このベクタルの方向が、これですね。これは1,1ですので、スクエアルート of 2とスクエアルート of 2。つまり、サイズが1。これは、このベクタルの方向ベクタル。ですね。これと同じ。で、マグニチュードが、こうですね。これは2,2,1,2だから、これは実はこっちですよね。だから、このベクタルの方向が、1,0 で、で、このベクタルのマグニチュードが1となります。まあ、これで、なんか、ベクタルのマグニチュードと方向で、理解するんですよね。じゃあ、ベクタルが、まあ、前と言ったと、みたいに、一つの点としてを、表現ができます。ですね。0からの点としてですね。
で、ポイント A とポイント B の線分がベクトルに変わると、まあ、bx-ax, by-ax。つまり、0から来ている部分だけです。で、スケーリングっていうのは、ベクトルのマグニチュード、ベクトルの長さを変更することですね。だから、ただ、vx×s と vy×s がベクトルのスケーリングとなります。で、トランスレートが、その vx を、その x を、変わる。なんか、ポジションを変わることですね。これはなんか、2つのベクトルの足し算だけでなります。で、これを、このベクトルを使うと、点と、線からの距離ですね。例えば、この A から B の線があって、ですね。で、この A から B の線を、この線と、このポイントの、これの距離を計算したい。それはどうやって計算するかですね。ステップは、この3つのステップです。まず、AP のベクトルを考えて、AP が、AB の線のプロジェクションの長さ U を計算したい。で、この AB がベクトルにして、この AB の長さが U に変更する。AB が U の長さに変更すると、C という点が見つかる。C を見つけたら、P と C の距離を、計算して、この P と C の距離が P と AB の線の距離となります。同じく、P と AB の線分の距離も計算することができる。それは同じく U のプロジェクションの長さを計算して、でも、距離を計算する前に、この U が0より小さい、それとも U が AB より大きいですね。U が AB の長さより大きければ、こんな感じみたいに、P が、B と P がその距離です。ただし、U が0と AB の長さの間であれば、P がこの辺りであるので、この場合だと C のポイントのケースの、C のポイントの場所を計算しなければならない。まあ、コードにするとこんな感じですね。今見てるのは、その線と点の、距離を計算する関数です。まず、その計算するために、そのドット積とノーム積の、計算をが必要です。これはまあドット積の計算と、これはノーム積の計算。では、これはディスタンスとライン、ポイントからライン。で、ポイント P があって、そのポイント P が、ポイント A とポイント C の距離を知りたい。で、この関数が、まあ、おまけで、ポイント C、AB の線の中で、P に最も近いポイントを計算します。で、C が A プラス、U かける AB の距離です。じゃあ、まず AP を計算します。AP のベクトルは A から P のベクトルです。で、AB が A から B のベクトルです。で、U が、AP と AB のドット積割り、その、クロス積ですね。で、このドット積割りクロス積で U を計算することができます。で、その A が、U にスケーリングすると C を分かります。ですので C は A を、まあ、AB と AB を U にスケールして、で、そのベクタルを A をトランスレートすると、これは C となります。ですね。で、最後に P と C の距離を計算する。それは、P と AD の距離となります。じゃあ、線じゃなくて、線分とポイントの距離を測りたいとき。その場合だと、なんか、前の関数を使って少し変わるわけですね。これは distance to segment ですね。なんか P から線分の距離。P、まあ、インプットは同じですね。ポイント P とポイント AB とポイント C ですね。で、まず、最初は同じように AP をベクトルを計算して、AB もベクトルを計算する。で、前と同じは U がドット積 APAB と、クロス積 AB を計算します。で、これは U が出てきま
で、まずは、前もお話したんですけど、U が0より小さい。U が0より小さい。U が0より小さければ、まあ、どの状態かというと、これは、A と B の線分ですね。もし、P がここであれば、このクロス積とドット積の結果が U がここになりますですね。これは U。だから U が0より小さければ P がここになりますので、P と線分の距離がここです。で、U が、AB より大きければ、まあ、例えば U がここになります。これは P がここにあるからですね。で、P がここにあって U がここにあるから C をここ計算しないといけないし、線との距離、線分との距離がここです。一方、例えば P がここであれば、U が、こんな感じです。で、A を U にトランスレートすると、この C を見つかるので、AB 線分と P の距離が P と C の距離となります。まあ、これは、これ、ここで計算しますね。If U under 0と If U 1より大きいということです。あとは、線分の間の角度を知りたいですね。この A と O と B があった場合、A と O と O と B のこの角度を計算したいですね。まあ、これだったんですね。これはまあ、このアイディアです。OA と OB の、ドット積が OA のサイズかける OB のサイズかけるコサインオフテタですね。このテタのコサインです。で、こう考えると、OA と OB をこっちに移動して、で、このコサインが R コサインにすると、このテタがこんな感じで計算することができます。ですので、その角度、まあ、レイディアですね、の角度、0から2かける π の間。それは、まあ、OA ですと、なんか OA のベクトルを計算して、OB のベクトルを計算して、で、角度が r コサインの、ドット積の、ドット積の OAB 割り、スクエアルートのノーモセク OA とノーモセク OB だけです。まあ、そんなに難しい。これはいろいろなところで使います。最後に、線分については、その3つの点がある場合だと、例えばこのまた A と B と C があると、この C が A から B のベクトルの右にあるか、左にあるか、それとも共全であるかを知りたいですね。これはまあそのクロス積で計算することができます。ですね。それは PQ と PR があって、なんかその PQ、PR のクロス積が、なんていうかというと、なんか PQ、スペースがないですね。ちょっと白いところついた。OK。PQ ですね、のベクタルを見て、R はここにあって、PR もあると、クロス積がこの両方に対してペンペンディクラのベクタルとなります。ですね。で、このサイズが R がここにあると、R がここにあった場合だと、このクロスが逆になるので、このクロスのサイズのサインを見ると、R が右にあるか、左にあるか。
あともう一つなんですけど、R がこっちにあった場合だと、なんかその強制、定の場合ですと、これは一つが、にならないので、このクロスが0となります。ですので、このクロス積を計算すると、なんかそのクロス、これはクロス積のサイズですね。ax×bx マイナス ay×by。これはクロス積のサイズになりますので、このサイズがポジティブであれば、あと r が、p と q の、時計回り。マイナスであれば、プラスであれば、時計の逆回りですね。つまり、ここ、p と q と r がこんな感じであれば、カウンタークロックワイズ、時計逆の回り。ですと、まあ、このクロスが0より大きくなる。逆に、こんな感じであれば、このクロスが0より小さくなる。で、0であれば、3つの点が、共振となります。ですね。こう、これで見るんですね。カウンタークロックワイズがクロス積を計算して、これが0より大きければカウンタークロックワイズ。0より小さければクロックワイズ。右回りと左回りです。では、次は、線と、円と、三角形についてを少し話したと思います。まあ、円については、円の、表現がポイント C とレイディアス R ですね。で、レイ円が、円の中は XY 点がある。その XY 点が X-A の2乗と X-B の2乗が R より小さいですね。まあ、この、AB が、センター C のところ。この計算だと、まあ、これはすべて2乗、2乗、2乗なので、普通は、なんか、その、これを i スクエアルート取るんですけど、a と b と x と y と r がインテージャーであれば、この計算だと i スクエアルート取らずに済むであるので、なんか、あとその、丸目合差がないようにっていう感じですね。この関数ですね。インサイドサークル。ポイント ip とポイント ic。これは a のセンターと、これはポイントです。で、dx が px-cx と dy が py-cy ですね。で、dx2 乗と dy2 乗と、あと、レイディアス2乗。これであれば、そのポイントがサークルの中と外を判定できます。では、なんかサークルがどんな時に、競技プログラミングが出るのか。この、UVA の10989の問題を見てください。ここは、なんか、4つのサーク、4つの円があります。ですね。それぞれの円の、中心点が00と0a と aa と a0 です。で、この4つの点が同時に触ってるの、このちょっと黒いところが、これの面積を計算してください。皆さん、これの面積はどうやって計算できるかですね。これは全部少しずつなんか曲がってますので、そんなに簡単な、なんていう、数式がないように見えるので、一つの解き方は、このモンテカーロ法ですね。知ってるかと思うんですが、モンテカーロ法が、乱数の力を使って、計算する方です。まあ、これは、今回だと、なんかこのモンテカーロ法でこの面積を計算するんですけど、モンテカーロ法は実際にいろいろな使います。まあ、モンテカーロ法でどうやってこの面積を計算できるのか。ですね。まず、N ポイントを、ランダムに0から、00から AA まで取るんです。なんか同じ確率で、例えば00とか01とか02とか08とか、0.5 とか 0.17 とか、それ、たくさんそのポイントを本当にランダムに取る。で、そのランダムに取った A のポイントが、どれぐらい P の中に入ってるか、どれぐらい、なんかすみません、どれぐらい4つの円の中に入ってるか、どれぐらい4つの円の中に出てるか、それは前の式で、前の関数で計算ができます。で、この P が割合、この割合が、
4つの円に入っているポイントと、1つの円でも外れるポイントの割合です。この割合が、この割合からこの面積を計算できます。この面積は、A の2乗ですね。これは、ま、この三この4、四角形の2乗 の面積ですね。この四角形の面積割り、この割合ですね。これはここの面積となります。もちろん、これはモンテカーの方なので、ランダムにポイントを取るので、これは、あと、完全の面積じゃなくて、面積の近似です。ただし、N が大きければ大きいほど、この近似はどん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 本物の値に近づく。ですので、まあ、この近似なので、競技プログラミングでちょっと使いづらい時もあるので、ありますので、ありますが、モンテカーの方が実際のなんか世界で企業で使っているアルゴリズムの中によく役に立つような技術なので、みんな覚えておくといいかもしれないですね。では、まあ、点とレイディアスがみんな知ってるけど、円で競技プログラムで実際に使われているいくつかの特徴があるんですね。まあ、円が、レイディアスが、円のレイディアスがあるんですね。で、それだけじゃなくて、直径が2あるんですね。そして、円周が、2×π×r。まあ、それはみんな知ってると思うんですけど、π がどういうふうにプログラムの中に表示するのかですね。まあ、あと、math のライブリーの中にコンスタントがあるときもあるんですけど、コンスタントがないときだと、π の、値がこれで計算できます。2×arccos の0。これは π となります。ですね。だから、なんかコンスタントなしで π の、なんかどれぐらい大きくすればいいのかわからないときだと、なんかそのライブリーの 2×arccos0 を使ってください。ということではなく。もちろん、ライブリーの中でarccos もなんか丸め誤差が入っているんですが、まあ、この丸め誤差が、競技プログラムの課題に影響が与えないはずです。で、この中心角度 α からいくつかの、まあ、ある α にしていくつかの特徴がありますね。なんかこの中の面積がセクターといって、で、これは中心角度。で、ここのはアークとなります。アークのサイズが円周に関係あるんですね。r×α。まあ、α が0、あと、ラディアンであれば、r×α で、アークの、サイズです。アーク、まあ、α じゃなくて、ラディアンじゃなくて、ディグリーの場合だと、r×α÷360×2π。一方、セクタルが、α×r÷i。これは、まあ、この部分の面積です。あと、よく使うのは、このコード。つまり、あと、円の弦ですね。円の弦かというと、二つの点を取って、その点の間の、線分ですね。これは、円のボーダーにある、その線分です。もし、この、まあ、じゃあ、このコードでどうやって知るのか。データによっては、この、まあ、円の弦の計算方法が変わります。例えば、円の弦には、P1 と P2 がありますですね。あと、この R もあります。で、このセンターもあります。で、この α もあります。P1 と P2 と C をしてると、α は前の角度の計算から、前に紹介した角度の計算の関数でわかる。で、この角度で、このサイズ、まあ、P1 と P2 のでサイズが分かる。でも、P1 と P2 が知らない。α と R だけ知ってる。ですね。これは、あと、P、この弦のサイズを知りたいだと、P1 と P2 のサイズが、P、あと、この弦のサイズが 2×R×sin の α 割りですね。これで、この式で、この長さを計算することができます。で、
この、じゃあ、これで、例えば、この線 L1 ですね。この L1、ABC と、をし、と、このサークル C と R を知ると、P1 と P2 を知りたい。これはこの式と前の式でできるので、やり方を考えてみてください。はい、説明します。じゃあ、L1 があった場合だと、まあ、このレイディアスと分かります。で、このセンターからこの L1 の距離で、こちらのサイズも分かる。ですね。ですので、レイディアス、このサイズが、H に呼びましょう。この H とこのレイディアスの割合が、H 割レイディアスが、何のサイズかというと、これが、アルファのサインオフアルファ割にですね。だから、この H を計算すると、あ、すみません、コサインですね。で、この H から、あと、このコサインを分かるので、ですので、アコス HR が 2α となります。で、それで α が分かる。で、α を分かると、P1 と P2 を計算することができます。ですね。あとは、なんか、まあ、α で、あと、このサインが分かるので、このサインだとこのサイズもわかりますので、あとこのポイントからこのサイズで P1 と P2 を計算することもできます。ですね。で、または、あと最後に P1 と P2 と R が知ってるけど、α と C も知らない場合だと C を見つかることが可能です。これは次のページのコードを見てください。じゃあ、P1 と P2 をが知ってます。で、この P1 と P2 が原因になる円のレイディアスを知ってます。じゃあ、C をどうやって見つかるのかですね。P1、P2 と R で C を見つけたい。まずはこの D2 を計算して、で、そしてこの D2 からこのデターミナントを計算します。R×R 割り D2 マイナス 0.25 ですね。これは0より小さければ、この円が、存在しない。ですね。で、あと、デッドが0より大きければ、h がデッドのスクワールルートですね。で、cx は p1x プラス p2x かける0.5かける yh ですね。で、これでなんか c1 と cx と cy を計算することができます。じゃあ、次は、三角について、話しますので、もう一度、動画をポーズしましょう。じゃあ、次の動画で続きます。